動画をご視聴ありがとうございます。今回はモデルで YouTuber として人気のネオ19が24日所属事務所のバズと契約をめぐってトラブルになっていることが分かったことを紹介していきます。ぜひ最後までご視聴よろしくお願いいたします。今回の件は母親がブログで訴えたことで判明した。若者の間でカリスマ的人気のネオは SNS 総フォロワー480万人超、 YouTube チャンネル登録者数は93万人を超えている。4月までファッション誌ポップ10の専属モデルとして活動。現在放送中のドラマ警視庁捜査一課長2020テレビ朝日系にもゲスト出演した。一方バズはYouTube などの動画クリエイターを多く抱える事務所として有名だ。かつてヒカルなど有名 YouTuber が所属していた。ネオの母親は自身のブログに事実というタイトルの記事をアップ。最近ネオの YouTube が上がらないことを不思議に感じられた方も多いのではないでしょうか。あの子自身身動きが取れない現状に置かれ苦しみ悩む日々を送っていますとした上で、少し前からバズには退所の意向を何度も伝えていますと告白した。理由としては報酬の不当さを挙げ、年間にして数千万円の YouTube 収益が出てても月に30万ほどしか報酬が渡されない月も存在しています。案件に至っても契約書に何も記載されていないのに年間数千万円ほどのお金が取られています。またマネージャーが現場放棄したり、事実ではない契約期間の満了日を教えられたりしたこともあったという。ただただ不信感が募り、これ以上事務所にネオをお任せすることはできません。何より結んでいない記憶のない契約書が出てきています。私は書いていません。犯罪ではないか?と感じる内容が存在しますと告発した。現在、弁護士を通じて契約解除の話し合いをしているという。未成年である子を騙し、今までやられた行為は許されることではありません。ネオ自身が対処問題を抱え、このままでは全ての活動が止まってしまうことへの不安。親として、子供の日々の努力を支え応援する気持ちを踏みにじられる行為は許されることではありませんとした。これを受けて、ネオ自身もツイッターを更新。母親のブログのリンクを貼り、お母さんのブログです。ありがとうとツイートした。バズは、以前にもクリエイターとの間でトラブルなどがあったが、果たして今回バズはこの件のブログを受け、どのような対応をするのか、今後に注目していきたいです。また皆さんの意見や感想をコメント欄に記載してみんなで盛り上がりましょう。